陶芸最強伝説。皆さんこんにちは、フレッシュしもべのアイリーンです。なんで笑うんですか。今日は可愛いのね。ありがとうございます。いつまでもフレッシュで頑張ります。では気を取り直して、今日は土屋さんに読者さんから質問が来てるんですけど、はい、さえぐさひさまりさんからのメールです。いつもホットバージョンを楽しみにしています。改めてなんですが、 FR の魅力を教えてくださいとのことなんですが、はあ、ざっくりしてるね。ざっくり知りたい。はい、知りたいです。私もよく分かってないので知りたいです。 FF も分かんねえだろう。はい、ちょっとこれから勉強します。というわけでお勉強。おっと、いつもより激しい走り。アイリーン大丈夫？これが FR だ。すごい。危ないよこれ。何が楽しかったの？もうなんか後ろからブーンって押される感じとか。おお、わかりやすい。分かってきた。小針がキュキュってこう入ってく感じとか。おお、わかりやすい。意外なまともな。まともですか？多分木屋さんとだったら車がなくても FR の楽しさだったと思う。本当ですか？それすごいじゃないですか。ほう。車が後ろからドーンって押される感じとかね。後ろから押しちゃう。いやでも FR すごいいいと思ったんですけど、やっぱり高いじゃないですか。お金もかかると思うんで。ということで今回は激安の FR の企画をしたいと思います。いい代表ですね、まずね、はい、代表、タメちゃん代表。激安の、激安の代表。安いかなこれ、はい、これ安いよ。だって俺買った時25万円だもん。25万円ででもぶっちゃけ買えないですね、これ。25万円で350万ぐらいかけたですよね。お手頃価格になった旧型 FR の実力を試す峠最強伝説。新型 FR VS 激安中古 FR。 FR の世界基準 BMW M235i は走り屋の心を震わせる直六ツインターボにマニュアルミッションを搭載する FR クーペの最新モデル。売れなくなったすぐやめてしまう。どこかのメーカーとは違い、これを作り続けていることが BMW の偉いところ。これはですね、ここにちょっとスイッチがあるんですけれども、これがエコモード、コンフォート、スポーツ、スポーツプラス、スポーツプラスは DSC が全部オフになります。まずエコやってもしょうがないんで、コンフォートから行ってみたいと思います。M はなあ、うまいんだよな、こういう車作るのね。 M シリーズなんか見てもそうなんだけど、おお、いいエンジンだよね、やっぱ。まずはダンパーはソフトで、スタビリティはフル制御のコンフォートモード。こう滑ると強制的に戻すんじゃなくて、自然になんかね、滑んないようにしてくれるから楽だね。ロールスピードは速いものの、なかなかスムーズにコーナリング。上品な足回りだね。質の高い、質感は高いわこれ。ギャップは全く問題なし。それではスポーツプラス DSC オフ行ってみたいと思います。
あ、軽快な足になる。しっかりしてくるね、足がね。通常のグレードと M シリーズの中間的な位置づけというその走りはどんなものか。あ、でもつまむな、電子制御入っちゃう。機械式 LSD を持たない代わりにリア内輪のホイールスピンをブレーキで止める制御が結果パワーを絞ったような印象になってしまう。電子入るね、入る入る。タイムは28秒212。なんとゴルフ GTI に届かず。本来の足はいいよね、しっとりしなやかだよこれ。ベースとしてはすごくいいんじゃないこれ、ね、え。ギャップはスポーツでも不快感なし。続いてオリダーのインプレッション。やっぱり完璧に電子制御は切れないですね。切れないんだけども、さっきのコンフォートモードよりは全体的にステアリングじゃねえ、スロットルレスポンスなんかはすごく良くなってる。しかし安全な車だね。本当にこう微妙なところではスーッとフロントが逃げてくし、すごくサスペンションの懐も深いし、すごく安心して乗れる車。そしてノブ谷口の印象はどうか。パワーはあるね。おお、 ABS が入った。この辺がアンダースキャンされてます。立ち上がりはレフが効かないです。メーター見てもらったら分かるようにね、すごいこう電子制御が入りますね。それは何を意味するか、群裁がそれだけ危ないってことなんですよね。まさしく難コースだからこそ車の良し悪しが分かるんです。激安 FR、 まずは弾数豊富なロードスター。これはディレクターニレイが最近買った NB、 16年落ち、走行9万4000キロだけあってボディの塗装はハゲハゲ。あ、こんなところも。エンジンは買ったままのノーマル。近頃ロードスターにも力を入れているというテックアートに持ち込んでチューニング。特注のホイールが自慢なんだって。定番のライトチューニング費用と込み込みで予算100万円を余裕でクリクリクリア。9万4000キロね、このロードスター行ってみたいと思います。まあ久々になんかこう重捨てだとさ、 NSX のタイプ R に乗ってるようだよね。あ、でも面白いわ。パワー捨てはおろか、パワーウィンドウも、さらにはホロまでついていない車をあえて探したとのこと。旋回率高いねこれ。ヘアピン手前も踏み切るドリドリ。タイムは BMW を上回った。攻めてる感はすごくあるよこれ。こうでなきゃね、車はね。いい感じ、いい感じ。なんかこうステアリングセンターがないよ、ほら。安いからしょうがないんだけどね。ギャップは跳ねまくり。ハイパワー車に比べたら遅いって思うかもしんないよ。だけど
乗ってる本人はこの全開率がいいわけよ。うおー、オリダーも踏んでるぞ。ラジアルでこんだけグリップ感があるっていうのはやっぱり軽さだろうね。で決してボディの古さとかこのオープンの嫌な感じとか全然感じない。やっぱロードスターっていいね。そしてノブは、あ、目が笑ってる。なんか楽しい。縄跳びをするのにわざわざ二重跳びしてる感じ、しんどーい。八六に乗ってるみたい。ロードスターってもうちょっとなんかこう品があった気がするんだけど。激安 FR2 代目は初期型 S2000、 ついに憧れの S にも中古で100万円を切った。ってわけでスタッフのマナブが飛びついたのはなんと走行13万4000キロ9000回転まで回る名機 F20C は果たして生きているのか。インテリアはさすがにロードスターより高級感が漂う。車両が80万円なので残り20万円は走るための最小限のメンテナンス程度で軍債に持ち込んだ。どうなんだよ、普通によく回るじゃん、VTEC。 ブレーキペダルがちょっとスポンジな感じだね、ふわっと。これは新車種にはないよね。ブレーキ金かけた方がいいと思うよ、このオーナー。ちょっと、さすがエンジンのホンダ、13万キロでもビンビン回ってる。これはいい車だわ、本当に。なんと26秒9をマーク。ビツクリー。いやー、本当に新車の時からいいのは分かってんだけど、この中古になってから、いやー、ホンダっていい車作ったんだねっていう感じ。もうロール量からするとちょっと BM よりはロールしてるんだよね。だけど乗り心地、このダンパーの抜けかけた乗り心地はね、BM に劣らないよ、これ。路面のギャップの吸収の仕方は。オリダーもビンビン回してる。3万キロしてるようには思えないですよ。足回りはやっぱやりたいですね。スリーさん、中古で買っても足回りやりたい。だけど楽しい。エンジンミッション全然問題ない。そこねの S2 でも十分楽しめるぞ。さあ、ノブはどんな走りを見せるのか。急旋回転。だからね、タイヤが相当たわむね。素材がいいだけに、さらに走りを磨きたくなる車なんだね。激安 FR3 代目はマツダ RX8、
この車はタイミングよくレッグスポーツが込み込み100万円でお客さんに販売。中古市場での RX8 は実は超穴場的な存在とのこと。2003年デビューとエスニアロードスターよりも新しい FR ながら50万円を切る車両がゴロゴロあるという。この車のようにそれを得意としているショップで新車からメンテされていた車を狙うのが失敗しないで楽しめる方法といえる。前オーナーが10万キロでオーバーホールしてあったんですね、エンジンが。それはすごくラッキーだったと思うんですけど、マフラーと車高調がついた状態で、80万ぐらいだったです。でそれに LSD を組んで100万ぐらいの仕様にしてます。はい、さあ続いては RX8 です。レッグスポーツの8。まあこういう松田系になってくると富士田エンジニアリングと比較したくなるよねその辺を見てみたいと思います。8もねパワーはないけど乗りやすい、運動性能がいいからね、楽しいんだよね。これちゃんとしてるぞ。さあ行ってみたいと思います。バキっていうこの音は嫌いなんだ俺は。あーこの音やだ。気になりながらもレッグのデムカーよりいいタイムをマーク。車の姿勢はすごくしっかりしてるんだけどね、バキッバキッっていう音が嫌なだけ。固めながらもギャップは許せるレベル。いや結構本当好きだなこのなんか8のレックさんのセットアップ。後ろがねこうすごく後ろのグリップ感、フロントのグリップ感がすげえ掴みやすいんだよね。そうオリダーは岡山国際でレッグのデモカーを気に入ってたっけ。ABS がちょっとビビったよ。なんとフィーリングもデモカーよりグー。これはレッグが偉いのか、はたまたエイトが偉いのか。いいね、しっとりしてる。さあノブが行った。グリップは結構あります。スイスイとコーナリングする感じ。この辺りが新しい世代の FR と言えるところか。かなりグリップはあるけど旋回ブレーキを使ったところは少しリアの接地が薄くなってちょっとハンドルが切りにくいけど、リアを引っ付けた運転すれば相当いい感じだな。激安中古 FR の3台は軍災でぶっ壊れると思ったらいい走りを見せたぞ。